皆さんこんにちは。 MSI ニュースへようこそ。本日はですね、私 MSI コンピュータージャパンマザーボードプロダクトマーケティングの新宅とこちら、はい、日本 AMD の佐藤です。この2人でお送りしていきたいと思います。それでは佐藤さんに最初の質問をしたいと思います、はい、最強の CPU の条件とか何でしょうか。そうですね、最強ということは最も強いっていうことですよね。ですね、はい、例えば、まあ、一つの CPU 何かの分野で一つでも弱いとこあったらそれって最強って言えますか。はい、確かに言えないですね、はいはい、つまり、はい、全部が強い。なるほど、これが最強の条件だと思います。なるほど、ここにですね、はい、AMD Ryzen 9 5900X がありますけれども、はい、やっぱりこの CPU は最強ですか。そうですね、やっぱりこの 5900X をはじめとしてこの今回の Ryzen 5000シリーズは最強ですね。はい、この Ryzen 9 5900X、はい、具体的にどこが最強になりますか。やはり今回の Ryzen 5000シリーズはアーキテクチャが全3アーキテクチャとなって、うん、やっぱり一つ前の全2アーキテクチャから比べても IPC が 19% 最大アップしているということで、うん、まあ、今までも強かったマルチタスキング、複数同時処理だけじゃなくて、まあ、シングルタスキング、特にゲームといった用途でも最強のパフォーマンスが出せるようになったということで、うん、ここが全方位最強、全部最強の由来ですね。なるほど、はい、そしたらですね、はい、私から逆に質問なんですけど、はい、やっぱりこういった最強の CPU を生かすためには、うん、当然 CPU だけではなくて、うん、マザーボードが重要なんですよ。もちろんそうですね、はいはい、そうなるとじゃあ最強なマザーボードの条件とは何ですか。やっぱり電源回路が強いことはこれに限ると思うんですね、はい、やっぱ CPU のパワーが強いということはやっぱりマザーボードに大きく負荷がかかってきますので、はい、その負荷にやっぱり対応できなければ、うん、もうその最強の CPU を生かすことはできないんですね、うん、なのでまず最初に電源回路が強い、強い電源回路を搭載していることが条件になってくると思います。ではこのマザーボードはその条件に当てはまりますか。当てはまるマザーボードですね、この目の前にある MEG-B550Unify というマザーボードはですね、電源回路にダイレクト14+290A というかなり強い電源回路を搭載しています。あとはですね、このマザーボードの特徴としては、そのまあ最強の CPU を動作するための電源回路と、あと LED とかを配したですね、まあ、かなり質実剛健なシリーズとなっているので、うん、最強にふさわしいマザーボードになっております。それではですね、この目の前にいろいろパーツがあるので、この MEG-B550Unify と5900を使ってちょっとデモしていきましょうか。いいですね。本日使っていくグラフィックスボードはですね、こちら、Radeon RX5700XT MECOC ですね、はい、まあ、一つ前の型番にはなりますけれども、はい、先日ですね、RX6000 シリーズが発表されましたが、今月の18日ですよね、はいはい、18日からですね、予約販売を行いますので、ぜひそちらも手に入れてください。ください。それではですね、動作もしたことなんでしょう、結果見ていきましょうか、はい、そうですね。てかその前にですね、はいはい、なんですか、これ何ですか。あ、これね、はい、大ですね。今回ユニファイシリーズにはですね、こういった DIY スタンドっていうね、はい、スタンドがね6つついてきますので、まあ、こういう形どなたでもですね、こういう風な台で、まあ、遊ぶことができると。これ同梱されてるんですか。同梱されてます、はい、面白い、ね、もうこういうマザーボードはね、はい、やっぱり遊び心が重要なので。そうですね、はい、これは楽しい。一発行ったんだね。すごい、こういうところでマザーの進化が、うん、ではですね、まあ、XMP をポンと当てただけで、はい、その最速の5100のメモリが動作しましたね。はい、はい、っていうか一発で起動しましたね。我々もちょっとびっくりでしたね最初はちょっと調整必要かなって話をしてたんですけど、俺起動してあれって起動しちゃいましたね。やっぱりですね、はい、高速なメモリを動かすためにやっぱり CPU ってやっぱ非常に大事になってくるとは思いますので、はい、まあ、そういうところも改良されているところでしょうか。そうですね、常に最強のパフォーマンスが出るように改善は加えられているので、うんうん、まあ、もちろんそうなんですけど、はい、まあ、その CPU の、 そのパフォーマンスを生かすために、はい、そしてこの速いメモリもしっかり安定させて動かすためには、うん、やっぱりマザーボードがすごく重要だと思うので、ですね、はい、まあ、今佐藤も見てて、うん、これが一発で起動したことがもう本当にいいマザーボードを使うことが結局安心感につながるんだなというのはつくづく思いました、うんうん、はい、ありがとうございます。本当に、ね、最強の CPU、 最強のメモリ、あと最強グラフィックスボードですかね、そういったものを使うにはやっぱりちょっと、ね、いいマザーボード、こういったものを使っていただきたいなというふうには思います。はい、
最強の CPU の Ryzen 9 5900X と、はい、この最強のマザーボード、はい、MEG P55025、 この2つをですねぜひご購入いただいて、さまざまな遊び楽しんでいただければと思います。はい、それでは本日の MSI ニュースはこれで終了となります。それでは次回皆様お楽しみに。お楽しみに。